ブリーキングダウンアンプチャンネルの喧嘩自慢、朝倉未来メンバーの佐々木大に勝利大会初の延長戦。東西格闘家ユーチューバー対決。格闘家の朝倉未来がスペシャルアドバイザーを務める、1分間最強を決める格闘技イベント、ブリーキングダウン6が3日、都内で開催。 第5試合では、安保ポ輝なり、YouTube チャンネルの、喧嘩自慢テルが、朝倉みくる、YouTube チャンネルメンバーの佐々木大に、延長戦の末、5対0の判定勝ちを収めた。東の未来、西の安保東西格闘家ユーチューバー対決だ。殴り合いになるのか、寝技の展開になるのか注目されていた。バチンと重たい蹴りのテル、果敢にテイクダウンを狙う佐々木。 両者の強みでぶつかり合う展開となった。互角の展開で1分間が終了すると会場からは延長を求める声が上がっていた。判定はジャッジ3者がドローで大会初となる30秒の延長戦に突入した。延長ではテルの重いキックがまたも炸裂、炸裂。体勢を崩した佐々木にキックをうまく合わせダウンを奪った。 試合後、テルは僕の試合おもろいでしょ、とマイクし、さらに会場を盛り上げた。